同じマンションの母親、何の用事だか知らないけど、絶賛イヤイヤ期の2歳女児を預かれとしつこい。うちは、1歳の息子がいる。限界放置はないけど、2から3時間でいいの。女の子の育児も経験しておくべき、育児って助け合いが大切よと、とにかくしつこい。無理、いや、絶対預かれないと、淡々と断り続けて、6日目、相手が、何よ、そんなに、自分の子が大切？だったら、自分の子の面倒だけ見てればいいじゃないと、逆ギレ。何かおかしくなっちゃって、だから、わらわらわら、そうしてるしわらわらわら、これからもそうするっつーのわらわらわら。って言ったらまずいって、顔になって。ち、違うの、自分の子が大事なのはわかるけど、たまには、他の子供とも関わってリフレッシュした方がいいっていうか。もう意味わからん。私、身内でも友達でもない他人の子供と関わるのなんてストレスにしかならないんで。旦那さんのお母様にでもお願いしたらどうですか？近所なのに、なかなか孫と会えないと寂しがってましたよって言って、ドア閉めてチャイムの電源切った。玄関放置はないと思いたいけど一応、放置母のお姑さん、私の母の友達に何か預かってくれる人探してるみたいですよ。と言っておいた